月28日、晴れ。こんにちは、アンナです。あれ、佐藤くんのお部屋に紐が貼ってあるよ。どうしてだろう。あ、リンちゃんだ。紐の先がリンちゃんの前を通って窓の外へ出ています。あ、スースケたちが窓の外で待ってるよ。紐の先にはネズミのおもちゃがついています。きっとスースケたちはネズミのおもちゃで遊びたいんだね。リンちゃんがネズミのおもちゃがついている紐を引っ張りました。そしてパースケがそれに反応して飛びつきました。どうやらスースケたちはリンちゃんとネズミのおもちゃで遊びたくて待っていたみたいです。リンちゃんが紐を引っ張るとパースケがネズミのおもちゃに飛びつきます。二人とも楽しそうに遊んでいます。でも飛びつくのはパースケだけで、他の子たちは横で見ているだけです。今度はスースケもネズミのおもちゃに飛びつきました。のんちゃんとみーすけは諦めて横でご飯を食べ始めました。スースケも遊ぶのをやめてご飯を食べ始めました。でもパースケは相変わらずおもちゃに夢中です。リンちゃんもパースケと楽しそうに遊んでいます。リンちゃんとパースケはしばらく一緒に遊んでいました。リンちゃん、いいお友達ができてよかったね。じゃあ、今日はここまでです。またね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねを押してくれると嬉しいです。